ニュージャパンワールドナウ、今日もやってまいりましたミラノコレクション AT です。そしてもちろんパートナーはライガーでーす。悪いですね。やるから今日ももう気分いいから。気分いいですか。いやー今日のメイン見た。今日メイン棚橋選手対内藤選手どうでした。もういやもうお腹いっぱいだよ。お腹いっぱいです。すごい試合。これがまだあと1ヶ月続くって、はい、選手大丈夫かと。確かにですね、二冠王として内藤選手がやっぱりこう一個上行きましたけどね。そうなんですけどね。新日本プロレス G1 クライマックス大阪2連戦最後の締めはもちろん武士真田広務高木内藤ノソトロスロースインゴベルナブレスデハポン。まだ見てない。んまだ見てないって人いるんだよ。誰よそんな人間は。まだ見てない人はワールドのアーカイブ見てちょうだい。B ブロック1位、うん、全同率でなんですけどもジュース選手、はい、矢野選手、はい、内藤選手、ザック選手にいやうーんっていうハミングブーイングをしたい健太選手ですね、はい、うーん、はい、うーん。あのジュース・ロビンソン選手対吉橋選手ってだから始まってるんで、これどうでした。ジュース選手の変わり具合みたいな。いやーやはり体重を絞ってきてますね。絞ってました、はい、動きはいいし、うん、技のその威力、はい、重さ変わってないし、やばいです。やばいですか。やばい。吉橋選手も負けはしましたけど、はい、やはりチャンピオンとしての自覚っていうのかな、うん、風格も出てますんでね、うん、吉橋選手も目が離せません。あとは次はもうライガーさんの大好きな矢野選手と真田選手のあの試合はあのね本当楽しみです楽しみです。それだけかい。それだけですか。はい、矢野選手がね今後またあの手この手で何を仕掛けてくるのか、よく次から次と出てくると思いませんか。よく出てくるよね。もっといい方向に使えない。あれは悪い方向ですね。なんかまあいいんだろうね、勝ってるからね。次はあれですよ、健太選手と後藤選手。これどうでした。後藤選手なんかで勝ちたいの僕までなんかね。後藤選手ねあれいつものそのガンガン行く、はい、がむしゃらな後藤選手はねなんかこうなんつうんだろう、緊張してるのか、言葉が過ぎるかもしれないけど、なんか健太選手飲まれてるよ。そうですね、なんか後藤選手の勢いリズムに乗り切れてなかった。なかったですね、なんか消化、あの試合だけ僕はちょっと消化不良ですね。まあこれは小崎まで1ヶ月ありますから、はい、後藤選手のいつものねグワーって燃えるような、はい、ぶつかっていくような試合見せてもらいたいですね。見せてもらいたい、はい、そしてもう僕らがすっきりしたのがザック・セイバージュニア選手対イーヴィル選手ですよ。どうですか、イギリス経験もあるライガー。僕もね、ヨーロッパ式の、エビ型ね、はい、よく現役の時やってたんですけど、あんな綺麗にできない。いやいやもうそれブリッジこんなだよ。俺のブリッジこうだもん、四角だもん四角やん。四角と俺のはね、のブリッジいや今日あれは返せない。いや芸術でしたね。芸術、素晴らしい。次の B ブロックっていうのはこれは札幌ですか。おお、はい、9月24日北海道ですね。1位同士の内藤選手対ザック選手、はい、内藤選手はちょっと苦手だって言ってましたけども、はいはい、そしてジュース選手対健太選手などがあります、はい、これもまたニュージャパンワールドぜひ見てください。まあ新日本プレスワールドで午後6時30分からライブ配信ですよ。そうですね、皆さんぜひよろしくお願いいたします。そして次の G1 クライマックスは9月23日の北海道です。4戦のうちの初日、これが A ブロック公式戦、ジェフ・コブ選手対高木慎吾選手。おお、これはぶつかり合う試合だね。そうですね、バチバチです。岡田和親選手対裕次郎選手。裕次郎選手のくせ者ぶりがね、はい、発揮されそうですね。因縁ありますからね、はい、そして鈴木みなみ選手対太一選手です。これ俺見たかったんだよな。これどうなるんでしょうね。これ下手したら鈴木君90分ぐらいかもしれない。はい、本当それありえる。ありえます。はい、そして石井選手対大きくなったのにも飛んでるオスプレイ選手です。おかしい、飛べるんだ。意味わかんない。あれジュニアの選手どうすりゃいいんだ。あんなでっかい選手があんなくるくる飛んじゃった。
ちょっとね、こう、なんて言っていいかわからない世界であんな人がいるんだっていう、あれは絶対こう、何かやってきますね。優勝候補あるかもしれないですからね。優勝候補も、もうそれです。もうそれです。優勝候補や。そして、イブシ選手対ジェイ・ホワイト選手ですね。これ、昨年の昨年のファイナルのカード、 カードですよね。はい、デイビス選手が優勝しますし、今年の 1.5 トップでもジェイ・ホワイト選手とイブス選手やって、この時はジェイ・ホワイト選手勝ってるんですね。はい、僕の優勝予想は、開幕前はイービル選手でしたけども、今神になろうとしているイブス選手、変わってますね。おっと、はい、神になるって言ってますから。おっと、獣の神のライガーさんからしてると、神の一人です。七福神になったらライガーさんがそこに並んでておかしくないよ。ワン犬かいいやーでもね、ぶっちゃけ正直に言ったら、はい、分かんない。あれが優勝、優勝後みんな優勝後だから。そんな熱い戦いは、はい、新日本プレスワールドで午後6時30分間ライブ生配信です。絶対に生で見てください。お願いします。それではニュージーパンワールドナウ終わりますんで、あとはライブ配信でお会いしましょう。またね。